はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレックス製ミニアプリチェンジャーです。はい、プレックスの特急6号系は先に誘導ブレーカーを紹介したんですけど、アプリチェンジャーも発売されました。で、中にはアプリチェンジャーとビルドレッシャーが入ってるんですけど、それ以上に気になるのが中にルーレットが入ってるんですよね。こういう追加ギミックはちょっと珍しいです。外箱はこんな感じ、後ろには遊び方が書いてあります。では早速レビューします。プレックス、そして生まれた。ではオープン。はい、中にはいつも通りの白いパッケージ。そして、あー、意外と小さいですかね。あれディスプレイが取れました。中にはディスプレイとアプリチェンジャー本体。うわ、太っびっくり。ゴム太ですよ、ゴム太。こっちが本体と、そしてオレンジ一色のビルドレッシャー。そして本体にディスプレイを取り付けると、アプリチェンジャーの完成です。前面はシールになってて、裏側は塗装じゃなくってオレンジの別パーツで、デザインもすごいいいですけど、横から見るとすんごい太いですこれデラックス版の倍ぐらいはありそうですね。このサイズのスマートフォンがあったらボタン押すのが精一杯ですよ。そしてディスプレイをずらすと、ちゃんとホームと線路が出て、ルーレットがあるんですよね。多分このボタンを押すと、お、回る回って、いろんな特急6号が見れるような感じです。近づいてみるとこんな感じですね。ドリル列車とか、誘導ブレーカーを持った特急6号とか、いろいろ映ってます。こっちだと下側が動きますね。へー。では早速特急チェンジ、ディスプレイを開けて列車を走らせます。せーの、ドン。お、硬い。ん？こう？お、あー、なるほど。走らせると、こことこのスイッチが押されて、ルーレットが回ります。あ、フィーバー。上と下と絵柄が揃いました。はあ、なるほど。変身しながらも、絵柄合わせのルーレット遊びができるんですね。はあ、楽しい。繰り返しやることで、あ、意外と合わない絵柄が。うん、難しい。おお、ハイフィーバー。さすがブレックス。デラックスと比べると、こんな感じで、正面から見れば、コンパクトなアプリチェンジャーだなって感じなんですけど、横から見ると、すごいですね。サイズ比較は、こうなってます。で、ディスプレイを開けると、デラックスは音が鳴って、プレックス版は、脳内で音を鳴らします。開けた状態で比較すると、結構違いますね。ただ、デラックス版は、変身できますけど、プレックス版のようなルーレット機能はついてませんから、そういう部分では勝ってますね。さらに、この列車を使って、列車召喚も、できます。ちなみに列車を比較すると、こんな感じ。これは結構差がありますね。で、この列車は同じプレックスの誘導ブレーカーに入るんでしょうか。あ、入らない。押し込んでもダメです。ただここに穴がありますから、特急ブラスターはいけますね。お、はい、一応ちゃんと対応してます。はい、ということでプレックス製ミニアプリチェンジャーを紹介しました。本体サイズはいつものプレックス商品より若干小さめなんですけど、この商品オリジナルのルーレットギミックはいいですね。電池もいりませんから、ある意味永遠に遊べます。それとアプリチェンジャーのこの厚みがすんごいですから、手に持った時のグリップ感はなかなかですね。以上、プレックス製ミニアプリチェンジャーの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック。
スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。